姶良駅は、鹿児島県鹿屋市姶良町6に、かつて設置されていた、日本国有鉄道大隅線の駅である、大隅線の廃止に伴い、1987年3月14日に、廃駅となった。地元の鉄道会社である、大隅鉄道が、鹿屋から鉱山まで1920年12月23日に、延伸した際に、その途中駅として開業した。 当時は7 6 2トル期間の軽便鉄道であった。また当初の駅名は同じ読みで漢字が異なり、姶良駅であった。これは、1988年に、同じ鹿児島県内の姶良郡姶良町に開業した、日本本線の姶良駅とは別の駅である。1935年6月1日に、鉄道省が大隅鉄道を買収して、フル高線となった。その後、 国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められ、1938年10月10日に完成した。また、国王当線と国王製線を合わせて、再度フル港線となった。アイラ鉄道記念館廃止後、駅跡は鉄道公園として整備され、木四2452と車掌車用8953が保存されている。また、隣接して、 愛良町鉄道資料館が設置され、大隅線の歴史を今に伝えていたが、カノ市の業格方針により2015年9月30日をもって閉館となった。愛良鉄道資料館内にある資料等については、カノ市鉄道記念館のリニューアルと合わせて移設、展示を予定。なお建物については、カノ市の地域包括ケアシステムの構築において、中核的な役割を果たす。 鹿野市地域包括支援センターに改修予定である。ありがとうございます。